リバス・ロペスは、コロンビア・プラデラ出身の元サッカー選手。元コロンビア代表。現役時代のポジションは、センターバックおよび右サイドバック。見かけや体格から、アメリカ人ボクサーのマイク・タイソンになぞらえて、タイソンの愛称を獲得し、また、イタリア時代は、ジガンテとも呼ばれた。インテルでのリバス・デポル・ティボ・パストでキャリアを開始した、リバスは、 母国のいくつかのクラブを経て二度目の入団となる、デポルティボカリで力を示すことに成功して、定着した。2003年に、デポルテ・ストリマ、2005年に、デポルティボカリとの二度リーグ優勝を経験。仮退団後は、アルゼンチン一部の名門 CA、リーベル・プレートと契約した。2007年7月18日に、 インテルナチオナーレミラノと2011年6月30日までの4年契約を締結。出場停止と負傷者によるディフェンダー陣の相次ぐ離脱により、9月19日に UEFA チャンピオンズリーグ2007から08のフェネルバフチェス k 戦で公式戦初出場を飾った。9月23日、前日の土曜日の練習中に倒れたことが報じられた。 ことで深刻な健康問題を抱えていると報じられたものの一週間を通してさらなる検査を行った結果特に問題はないとして収束したその後は2008年10月4日のボローニャ FC 戦での怪我やディフェンス陣の層の厚さもあり出場機会は限られていたものの一方でビッグクラブに在籍していたことで2007から08シーズン 2008から09シーズンの2巻を経験するなどタイトルに恵まれた。2009年8月25日からは、2009から10シーズン終了までの期限付き遺跡で AS リボルノカルチョと契約し、16試合に得点を記録した。シーズン終了後にインテルに復帰するも居場所はなく、新シーズンになっても2011年1月の コッパイタリアで1試合に出場したのみに留まったため、冬の移籍史上最終日である31日に、ウクライナプレミアリーグの FC ドニプロへ、シーズン終了までの期限付き移籍をした。しかし、ドニプロでもわずか1試合と出場機会は、わずかなものだったため、完全移籍のオプションは行使されず、インテルに復帰し、2011年8月31日に、 インテルと双方合意の下で契約を解除したことが発表された。自由契約選手となったリバスは2011年10月2日にアメリカのモントリオールインパクトと契約。モントリオールで一定の出場機会を得ている中、2012年8月4日のフィラデルフィアユニオン戦で67分に相手 FW のアントワーヌ・ホペノットに地面へと投げられたため、 ポペットに対して、頭突きを見舞った。両チームが言い争う中で、主審は、リバスと、リバスが頭突きした瞬間に走っていきリバスを突き飛ばした。フィラデルフィアのジャック・マッキナーニーに対して、退場を言い渡した。さらに、リーグの審査により3試合の出場停止の処罰が、下された。その後は、懸念される左膝の手術を行い、 2012年10月2日に無事手術が成功したとともに5ヶ月チームから離脱することが発表され、残り3試合を残してシーズンを終了した。ありがとうございます。